7.62cm パック 367.62cm パック36とは、第二次世界大戦中に、ナチスドイツが使用した対戦車砲である。パック36は、独ソ戦場版で露飼した、ソ連製 76.2mm ヤホー M1936 を改造して製作された。 パック36のベースとなった F-2276.2mm。矢方、mm、左から見たパック36。方針が五座状態となっている。1941年にソ連への侵攻を開始したドイツ国防軍はソ連が開発した T-34 中戦車やキロボルト -1 中戦車と交戦したが、両者とも 傾斜走行による良好な被弾系始めを有していたため、ドイツ軍の 3.7cm パック36は全く歯が立たず、5cm パック38は t-34 には対抗可能であったが、キロボルト -1 に対しては、タングステンシニーリ鉄鋼弾を複数発命中させなければ、破壊は不可能であった。 タングステンシン入り鉄鋼弾を使用せずとも T-34 やキロボルト -1 を倒せる7.5センチメートルパック40は1941年11月に生産が開始されたが、前線部隊は、下級的速やかに対抗可能な対戦車砲を要求していた。独ソ戦初期のバルバロッサ作戦において、ドイツ軍は、 赤軍との戦闘で1300門もの F-22 野砲を露格していた。F-22 野砲は高所速と低身弾道性を有していたので、ドイツ軍でも対戦車砲兼用の野砲として重宝されていたが、純粋に対戦車砲として評価した場合に不具合が多く、その改善が必要とされた。 ドイツ軍の技師たちは F-22 に以下の改良を行い、それを 7.6mm センチメートルパック36とした。量産型の製造は1942年4月から始まり、560門が回収された。なお、F、F-22 ユース部 76mm 野砲に同様の改良を施した 7.6mm センチメートルパック39も存在し、 こちらは300門が回収されたと言われている。パック36の口径は 76.2mm、対するパック40の口径は 75mm で、あるためパック4用の砲弾をそのまま射撃することも可能であったが、その場合は砲弾が砲身とライフリングにうまくはまらないため、初速や鉄鋼弾の威力、命中精度が明らかに低下する。 このため当初は、パック40の薬莢に F-22 の弾頭を装着させたハイブリッド弾が製造されていたが、後には、パック40用の砲弾の弾頭に、後径差 1.2mm を塞ぐ同性バンドを取り付けた砲弾が供給されるようになった。なお、パック36用の砲弾は、パック40用の砲弾と互換性を持たせるようにした、ために見た目がそっくりであり、 そのままでは取り違えの危険があった。前述通り、パック36でパック40の砲弾を用いる分には若干の問題があるとはいえ発射可能なため大きな問題とはならなかったのだが、逆にパック40でパック36の砲弾を発射することは不可能という一方的な互換性であり、間違えて使用してしまうと砲弾が、 方針内径より大きいために後発と重大事故の原因となり危険であった。このため防止策としてパック三3 6用砲弾の先端は白く着色され見分けやすくしてあった。7 6ル m ック三3 6を搭載した SD-KFZ139 マルダースリー対戦車自走砲パック三3 6の一部は マルダー2及びマルダー3の初期型の手法としても使用されていた。軽引砲型、自走砲搭載型ともに蒸気の開発経緯から主に東部戦線で使用されたが一部は北アフリカ戦線のドイツアフリカ軍団に供給されている。1942年7月22日、エルアラメインにおけるイギリス軍の構成で 第23気候旅団のバレンタイン風評戦車は、パック36で構成される、ドイツ軍の大戦車陣地により前進を阻まれた。特に当時19歳のギュンター・ハルムに当兵は、同僚たちが倒れる中、一人で砲を操作し給料を撃破。その功績により、エルヴィン・ロンメル将軍から直々に二級、一級鉄十字章と、騎士十字章を同時に、授与されている。 ドイツ軍は、パック40が十分に行き渡るようになってから模倣の、不足と弾薬の互換性から使用を続け、終戦時点で164問のパック36と、パック39が残されていた。デルタ出版月間グランドパワーナンバー069、P25 モデルカステン、MG ビデオ、ドイツ週刊ニュース11、アフリカ軍団1942。ありがとうございます。